高橋秀明は、群馬県大田市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。家庭の事情で、小学校卒業時に、インドネシアのジャカルタ日本人学校に在籍。大阪府東大阪市に移住したのを機に、東大阪市立立東中学校へ入学した。中学生時代は3番手投手。普段は外野を守っていたが、肩は強く。 当主としても当時から直球が早かったという。大阪府立立高校への進学後は2年春から AS になったが春、夏ともに甲子園大会へ出場できなかった。九州協立大学への進学後は2年生まで福岡六大学野球のリーグ戦で勝ち星を挙げられなかったがものの3年生の春から投格を表した。 大学選手権では2回戦で先発無失点で勝利し、先輩、マハラ・博の活躍もあって、ベスト4。マハラの卒業後には、背番号18のエースとして活躍。サイドスローから時速140キロメートル台の速球を投げる右腕投手として、同リーグの公式戦で通算17勝を挙げたことから、プロ球界から即戦力の投手として期待された。 2004年のプロ野球ドラフト会議で、地元の福岡大英ホークスから50名指名を受けて、入団。九州協立大の公式野球部では、柴原博山村路地下、荒垣渚、ぎさ、真原に続いて、同会議での指名を経て、ホークスへの入団を果たした。ソフトバンク時代入団1年目の2005年は、2軍で、防御率2.98、リーグ2位の7勝を挙げ、 2位の高木康成に61個差の大差をつけて、脱三振王を獲得。9月22日に、ロッテ戦で先発し、チームの連敗を止めるプロ初勝利を挙げた。先発投手として期待された2006年は、開幕ローテーション入りを果たすものの結果を出せず、当番した4試合すべてで黒星を起死した。2軍では、防御率3.15で、リーグ2位の6勝を挙げ、 2位の吉見和樹に11個差で2年連続2度目のウエスタンリーグ脱三振王を獲得した。2007年は一度も一軍で登板できずにシーズンを終えた。夏場には北京プレオリンピック野球日本代表に選出され、予選リーグの中国戦では大田原龍太の後を受けて1回を無失点に抑え、勝利投手となった。また軍では年死球、年死球、年、 10死球で3年連続最多死球を記録した。2008年は1年目以来となる白帽子を上げるなど自己最多の20試合に登板。中継ぎとしての起用であったが7月16日の西武戦では前日に予告先発投手として発表されていたリックガトームソンが試合前に右内転筋を痛めたため登板を回避、前日の試合にもリリーフで22球を投球していた。 高橋が緊急で先発マウンドに上がった。2軍では抑えを任されて、防御率0.98で8セーブを記録し、1軍でも7月21日のオリックス戦でプロ初セーブを挙げた。2009年には2005年以来4年ぶりに1軍公式戦への先発で勝利。シーズン23では3勝を挙げたが、いずれもオリックス戦での勝利だった。2010年には、 4月29日の楽天戦に先発で登板。一軍公式戦では自己最長の8回を投げるとともに1失点に抑えて勝利投手になった。2012年1月17日に金子圭介との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍。開幕一軍入りを果たし、主にビハインドの場面で登板していたが、 4月21日の対日本ハム戦で1回2失点と打ち込まれ、5試合で防御率7.36の成績で、翌日2軍降格。以後は1軍に最小格することなくシーズンを終えた。ファームでも27試合で1勝1敗にセーブ、防御率4.50と振るわなかった。2013年、1軍公式戦への登板機会がないまま、10月7日に、 球団から戦力外を通告された。オリックスからの戦力外通告後に十二球団、合同トライアウトへ参加したが、2014年1月5日に現役引退を表明した。翌日6日からは、プルデンシャル生命保険の日本法人へ勤務する。サイドスローから繰り出す、最速時速 152km の直球と、キレのある、スライダーカットボールが武き、頻度は少ないが、 シンカーも投げた。ウエスタンリーグ公式戦では2年連続脱三振1位になる一方で3年連続最多支球を記録。請求力に課題があったことに加えて基本類打の多さも難点に挙げられていた。ありがとうございます。